ようこそ北京原人育成キットへ。おはようございます。こんばんは。こんばんは。今日はちょっと寝不足気味なご案内担当宝田明です。Me too です。今日は珍しい時間にお見えになりましたね。ドアサです。いやいや、会社社長のお仕事が忙しかったのですか。めっちゃ眠いです。めっちゃめっちゃ眠い。うん、頑張ってやってこう。12月17日、うん、木曜日です。木曜日、そういう設定やね。うん、年の瀬も迫るこの時期、忘年会シーズンですね。ああ、今年あった嫌な出来事を忘れるためとはいえ、あまり羽目を外されませんように。今年あった嫌な出来事のせいで忘年会ができひんけどね。前回の見どころを足早に説明いたしますと。お願いします。あの石斧っていうんですか。うん、あれ随分と破壊力がありますね。うさぎパーンやったな。いや、私なんてすっかり機械に慣れすぎてて、うん、あんな原始的な道具で獲物が取れるのかってヒヤヒヤしながら見てたんですよ。雷落とせへんかったら取れへんけどな。うん、雷を落とすっていう技術が。あなたの島の現状をお知らせしましょう。お願いします。穏やかな気候が続いています。春うららや。12月やけど。さて、はい、今日のあなたの所持金ですが、5000円ぐらいやったかな。5000。うん、200円。大金持ち。ちょっと心もとないですね。いや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 、何を言うているの。さあ、本日も頑張っていきましょう。頑張っていくけど、5000円あったら5000円あったら下手したら1ヶ月いけるよな、食費。ウィダーイン、1日1、2本飲み合え。わあかん。もうウィダーインから離れよう。もうな、見てくれてる方からな、その食生活で大丈夫ですかってほんまな、言ってもらってしまうから。大丈夫よ。大丈夫。人間らしい食生活は送ってないかもしれないけれど、生きてます。大丈夫です。ありがとう。いつも心配してくれて。心配させる発言をせなあかんのよ。あ、せなってしたあかんっていう意味な。せなあかんの。うん。イズランド、イズランドやわ、ほんま。もうこの島のな、この島の豊かな自然に囲まれたこの島で、私の心の傷を癒そう。あの、自己再生しよう。部屋っていう人でもみたいに自己再生しよう。なんかぼちゃん。はい、島おはよう。もうほんま今、変な時間やね、もう。めっちゃ朝方。そして長いんよ、ロードが。この子。おはよう。おはよう。と言ってもそっちは深夜じゃん。うん、汗がたや。今日12月17日ってさ、うん、ライト兄弟が初めて飛行機飛ばした日だってさ。へえ、それ知ってる。1903年っていうから、ずいぶん前のことになるんだな。1903年。しかしずいぶん差し迫った日に飛んだな、あいつら。せやな。で、島の状況だけど、もうちょいなんもない月にな。まあ問題なし。うん。さて話は変わるけど。はい。おい、俺がアイテムボックスに入れといたあのピンク色の卵。買えるで。早く買ってくんないかな。わかったわかった、今日買う。進まないよ。うん、今日買う今日買う。今日買うよ。まあこんなもんかな。うん。じゃあ俺行くね。はい。バイバイ。バイバイ。また夜ね。夜に、お前と俺の深い話をしなあかんからな、夜に。行ってらっしゃい。おはは急降下し、お前飛ぶパターンやばいな、それ。何パターン目？何そのジグザグ走行。すごいな。そう、落ちた体を持ち上げるんってめっちゃ大変なんちゃうの？鳥って。はい、おはよう、ガボちゃん。あ、そうや、アイテムボックスの、これ買ってしまいましょうね、これね。腐ってる！腐ってる！これを、ルーシーの卵買って、B で持って、ここに置くらしいです。もう、えぐい！色がえぐい！これ何でっていうかな？ニャヒーの卵かな、これ。かぼちゃん。おはよう！ご主人様、朝でございます。うん、昨日お兄ちゃん属性やったからさ。ご主人様、起きてください。うん、ガボちゃんはお兄ちゃん設定の方が好きかな。ご主人様よりお兄ちゃんかな。さあ、早起きて。あくびしてる場合じゃ、こっちもな、結構な寝起きなんやわ、ガボちゃん。
人のことを起こせるほど覚醒してへんねん、まだ。あ、ちょ、そこ先にこれやろう、ガボちゃん。これお金稼がんと、またシーマンにお前人の使い方下手くそなんだよって罵られるからさ。何してんの、ガボちゃん。あ、トイレ朝にトイレ、まあまあまあ、朝起きたらトイレ行きたくなるな。それはしょうがないわ。はい、トイレ終わったらこれやって。うん、これ取って、これ真珠。うん、取って、これ1000円、ゆきち。ゆきち1000円ちゃう、ゆきちは1万円や。夏目漱石さん。はい、顔のサイズの真珠を3つ取った。ありがとう、ガボちゃん。これでやっと、やっと今日のなんかいろいろできるわ。もうここからよ、長いわ。で、落雷落として、この辺の森林、この辺伐採して、これ集めよう。今日もこのやろう。オープン。さあ、長い時間をかけて、ようやくガボちゃんが焚き木を集めてくれました。ありがとう。10分ぐらいかかったかなはい、焚き木の束納品ありがとう。で、絶対バナナって言うんで、 100% バナナって言うんで、まあね、こんだけ頑張ってくれたんで、バナナあげて、で、この卵のとこ行きましょうかね。早く食べて、パパパパパパパッと 0.3 秒で食事を終わらして、次の工程に移ろう。進まねえぞってシーマンに怒られるから。はい、パク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 して、もう三口で食べて、ほら行くよ、ガブちゃん。で、これこのね、この卵をね、なんか石斧で割れって上の注意書きに書いてあったんで、石斧でなんとかして、これなんとかなる？あ、びっくりするな、それは君の声にびっくりするわ。私はこの指邪魔、観察中。地下？大丈夫か、それドラゴン生まれてくるんちゃうか。打天使が生まれてくるんやけどさ、ルシファーが。質問中。これ何？え、卵。卵。うん、卵。卵。何？我。はあ、卵。何？何？石斧。はあ、なんで？あ、頑張って。もう自分で考えて。もう私に聞かんといて、ほらほら。卵何って何？え、石斧で割るんじゃないの？上の注意書きに石斧で割れって書いてあったね、ガボちゃん。なんかさ、ちょっとなんか変態チックやわ、そのなんか観察の仕方が。これ何？ルーシーの卵。あ、卵。うん。何？何？何って何？生物。ルーシー。ルーシー。うん。うん。うん。ルーシー。なにさ、名前が知りたかったの？ルーシーっていう打天使の名前が。うん。観察中。いや、まあ、だからな、そのな、だから、チラチラ、見方がな、ちょっと怪しいやって、ガボちゃん。観察するんやったら、別に触ってもいいと思うよ。お手を触れないでくださいって、ないから大丈夫やと思う。シーマンからもらったし。どうする？あ、これで？石用の。うん。うん。あ、通じた。よかった。私の拙い日本語でも通じる。大丈夫か、それ。どうする？我。うん。あ、笑へんの。笑へんの？え？
これ死ぬけどな、普通こんなことされたら。どうする？叩いて。うん、よし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 。沈んだ、地面に沈んだぞ。これ普通やったら中のヒナ死ぬよな。うわちょっと待って、ちょっと待って、結構物理的やばい。うわ、良い子のみんなは真似をしてはいけません。こんな生まれ方はしないんで、ヒナもヒューマンも。これあのシーマンが作り出したから。やべえよ、顔なしが、顔なしが生まれたんやけど。あルーシー誕生。やべえ、もう生まれた瞬間から大人や、アダルティーや。やべえ、胸でかっ。ちょっと怖い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 。ちょっとゾンビ化してる、ゾンビ化してる。ちょっとサイレントヒルや。この殻どうすんねん、これ誰が片付けんねん、この殻。ガボちゃん足切るで。どこ、無言で立ち去らんと、ち、置いていかんといて。私も一緒に連れてってほしいんやけど。え、おいシーマン、この殻どうすんねん。なんか食べるか、卵の殻って。食べ、あーシーマン来た。卵の殻って食べれたっけ。いやもう急展開すぎて。なんで人が卵から生まれんの、シーマン。ロードが長い。卵から生まれたな、ルーシーが。うん、たったてぃー。よくやった、よくやった。うん、やった、ありがとう。盛大な効果音とともに生まれてきた。彼女まだオスに対する免疫がないのね。うん、だからガボがどんなに追っかけても逃げるばかりなのさ。うん、オスっていう言い方な、男性って言わへんの。この木にリンゴが一つなってるだろう。見えへん。あれ使うといいよ。うん、ガボをここまで導いて、あのリンゴ取らせてルーシーに食べさせてごらんよ。禁断の果実。昔から美女を振り向かせるにはリンゴって言うしな。バラの鎖つないでやな、金の首輪やな。うん、はい、どうやってガボちゃんをここまで導くかとか、うんうん、どうやってルーシーにこのリンゴを渡すかについてはだ。うん、飼い主のお前が考えろ。私いつの間に飼い主になってた。ね、うん、アイテムボックスにちょっとだけアイテム追加しておいたからさ。 Thank you。 ちょっと見といて。はい、まあこんなもんかな。うん、俺行くわ。はい、お疲れ。お疲れ。いや、あの生まれたての、生まれたてのレディを放置するのもどうかと思うし、私はいつの間にガボちゃんの飼い主になっていたのでしょうか。どっちかっていうとこの島のテリテリは君なんやろなあ。この島の王者は君なんやろ。だったら君の子供じゃないのかい。ねえ、なぜ責任者は私になってんの。あれ、この島のボスは俺だ言うてなかったっけ。おい鳥、どうすんねんな。じゃあとりあえずアイテムを見たい。ルーシーに求愛するためのリンゴは頂上にあります。求愛すんの、ガボちゃん。出会ったばっかりの明治製からチョコレート入ってんねんけど。ペプシ、ペプシと明治チョコレート入ってんねんけど。高しかも、一つ300円ってぼったくりじゃない。これバレンタインデーの時期やろ。これバレンタインデーの時期ですら売れへんわこれ。え、高い高い。もバナナ食べときゃいいやんな。あ、猛ダッシュ、休憩中。アガボちゃん、もしかしてその視線の先には、視線の先にはルーシー。あ、ルーシー、ルーシー何やってんの。土遊び。あ、ウサギと戯れてんの。頂上ってあれやろ、この、ここやろ。ほら、ガボちゃん、ここまで頑張れ。遠い。しかも私裏側やしな。ガボちゃんここ。あ、すげえ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 、こんなとこにいるガボちゃん。
断崖絶壁なんやけど。すげえなお前。あ、アップにできないですね。頑張れルーシー。ルーシー、頂上に向かって崖登り中。こーわ。そしてガボちゃんのテクスチャーがすっげー浮いてる。やーば、これアルプスの少女ハイジでさ、あのちーちゃんのためにさ、ペーターとハイジがさ、なんか匂いのいい草食べさせるためにこういうとこ登るんよ。うん、アルプスの少女ハイジ見たことない人は何言うてんねんって話なんやけど、とりあえずこういう崖を登っていくんよ。ロッククライミング、ロッククライミング趣味な人でもこんな危ないとこ命綱なしでいかんからな。こんなん途中で体力尽きたらどうすんの。頑張れ。そらお腹もすくわな。頑張れ頑張れ頑張れガボちゃん、負けるな負けるなガボちゃん。うん、うん、私これなんかしてあげれんのかな。あ、めっちゃええ音楽流れ出した。なになになに。水平線上のアリアやったっけこれ。これピアノで弾いた私。ピアノ、あのピアノ習ってたんですけどね昔。この曲弾いたわ。いい曲。私ね、自他ともに認めるね、女性らしさ皆無なんですけど、ピアノのね曲が好きとか、そういうところだけはね、女性らしさを忘れずにいたいよね。まあピアノ好きな男性の方もいっぱいいると思うんやけど、なんかこういう曲を聴いて、あーいい曲やな、癒されるなって思う心だけは持ち続けたいよね。いずれなくなるかもしれんけど。うん、頑張れ頑張れガボちゃん。うん、頑張ってリンゴ取りに行こう。今のご時世も八百屋さんに行ったらリンゴなんてもういっぱいいっぱい売ってて1個98円ぐらいで買えるかもしれへんけれども、こうやって一生懸命登ったことによる達成感が得られるよ。そしてそのこの頑張りをルーシーに見てもらわなあかんねんけど、ルーシーはおそらくこの頑張りを見てないから、カボちゃんがどんだけ苦労してそのリンゴを取りに行ったか、てか反対側から登ればもうちょっと楽なんじゃないかっていう私のツッコミは心の中に潜めておきながら、一番辛いルートで上がってきたんじゃないだろうかというね疑問を持っているけれども、頑張れカボちゃん。これさ、登って後ろ振り向くんがいっちゃん怖いよな。着いた着いた着いた、おめでとうおめでとうカボちゃん。早かったな、半日で着いたわ。キーちっさ。おつあるやん。リンゴアポーや。 This is アポー。取っていいよガボちゃん。シーマンキーがちっさすぎるんやけど。もっと大きい体重かと思ってたんやけど、めっちゃミニチュアサイズ。シルバニアファミリーの木みたいになってるけど。何？何？リンゴ。リンゴ？うん。リンゴ。リンゴ。うん。発音よくね。リンゴ。リンゴやわ、リンゴ。ミンゴルみたいに聞こえてきた。ミンゴル。リンゴ。禁断のリンゴ入手。おめでとう、リンゴ。みんなも今日からウィンゴ。リンゴでええが、別にそんな。かっこよく発音せ。なんとしてでもガボちゃんとルーシーとの仲。仲？ガボちゃんはルーシーに興味津々です。が。
求愛にはリンゴが必要です。ああ、この私を見つけてくれるのは白馬の王子様はどこにいるのかしらって言ってるからさ、ほらほらほら、リンゴあげよう、リンゴ求愛、うん、行動中リンゴアンゲー、うん、ルージこれ。いきなり出されても怖いけどな、リンゴ。マジ？マジってさ、今お前ちょっと現代的すぎ、反応が。マジ？顔見えへんねんけど、カメラさん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。危ない、もう。カメラワーク。ルーシーが禁断のリンゴを食べる。ガムちゃんに半分あげてくれ。そして横で見守ってるウサギさんの気持ちにもなってくれ。捨てるな、お前ら。もうポイ捨て好きやの、もう。バナナやったり、リンゴやったり、なんでバナナじゃあかんの。ガムちゃん。おめでとう。ルーシー。ガムちゃんって言ってたけど。仲良くなったんね、それで。もうリンゴ一つで仲良くなったんやね。ウサギ？はい？ウサギかんの？もう、キュウキュウすぎる、ちょっと。かんの？カルリスでも、ないんやけど。バッテリーが。もう、世話の焼ける。ちょ、待ってよ。はい。マグモ。アンガーよいしょ。ルーシーにかっこいいとこ見せたいんかいな。そんな目の前で。バッパバッパバッパ。おめでとう。それで今日の晩ご飯作るんやな、ガボちゃん。うわーおー。男らしい、男らしいわ。かっこいいわ。ほら、ルーシーも見惚れてるわ。いやー、ダーリン素敵って言ってくれてるわ。もうウサギに感謝せえよ、もう。居合わせたばっかりに。はい、トイレが終わったところに足元にあるバナナをどうせ食べます、この子は。無限ポー。ほらね、トイレが終わった。トイレが終わったその瞬間に、自分が左足で踏んでいたバナナを拾い上げ、手洗ったか、ちゃんと。ふんげ、ふんげ、落ちるぞ、もう。あと一歩右に行ったら。ルーシー？ルーシー。あ、ガブちゃん。一緒に食べんの？落ちてるって。あ、え、バナナあげんの？優しい。あ、もう一本。はいはい、もう一本、もう一本。はい、どうぞ。もう急やねん、要求が。海に沈んでるけど、もう風邪ひくぞ。で、仲良く食べると。バナナの消費量が半端なくなってませんか？ほんげ、ほんげ、ほんげ。うん、よかったね。うん、よかった。二人で食べて。わあ、海見ながら仲良くバナナ食べる。こんな恋愛してみたいわけねえだろうが。もっとあったかいところで食べたいわ。なんで地平線眺めながらバナナ食べなあかんねん。せめてクレープとか置いたから、仲良くポイ捨てをすな。何回突っ込ませんねん、お前ら。はい、そして今日も平和な一日が終わりました。もうほんまに息ぴったりやな、お前たち。はい、就寝しよう。浜辺に行きましょう。浜辺で寝るんでしょ。ちょっとね、ルーシーも一緒に浜辺で寝るんでしょうかね。ちょっと二人の様子を。手繋いでるやん。めっちゃ仲良しかよ。リンゴ一個でそんなに仲良くなる。乙女心とリンゴの空やな、ガブちゃん。食欲には勝てんやつやわ。まあ、サバイバル生活してたらな、食料って大事やろうけど。にしてもさ、例えば、何？まず名前を聞くとか、はじめまして。ご趣味は？とかさ、そういう話もなく、いきなり、
リンゴを渡してマジって反応されて、じゃあ付き合いますって家庭吹っ飛ばしすぎちゃうか。まず告白っていう家庭はどこに、もうあれが告白か。初めまして好きですか。生まれる前から君とくっつく、君と結婚することに決めていました。なので僕と付き合ってください。はい、私もそんな気がしていましたっていうハッピーエンド。ガボちゃん、ガボちゃんが歩いてる間この尺繋いでる私の身になって。ガボちゃんどうしよう、もうなんか適当なことを喋ってるだけやで。私は実況者としての黙ったらあかんっていうあれを頑張ってんねん。ガボちゃんもうどこ歩いてんの、もう真っ暗で何も見えへんわこれな。ゲームの明るさこれ以上上げられないんですよね。皆さん暗いと思ってるでしょ。もう携帯とかで見てくださってる方はもう携帯真っ暗でしょ。私もなんですよね。ほぼガボちゃん見えないんですよね。で、じゃあ画面全体上げればいいじゃねえかって。画面全体上げるとね、ライブ 2D がね、もうすごいことになるのよ。白色ライト浴びてるみたいになるからさ。どこ行ってんのガボちゃん。え、ガボちゃんどこ行ってんのそれ。浜辺じゃないね。それ、あー卵割ったところに帰ってきたのかな。卵の殻は誰が片付けたの、シーマン。ちゃんとしたところで寝ると思いきや入り口で寝んのかい。中入らへんのかい。でルシーは、え、何、ボタンを押してないのに勝手にアイテムボックスが開きやがった。シーマン、ちょっと誤作動を起こしてるわ。もう私の頭と心と共に誤作動を起こしてるわ。ゲームがついていけへんって、この急展開に。一日でどんだけいろんなことあって。お疲れ。止まり方がすごいよ。はぁ、うん、はぁ、疲れた。一日お疲れ。うんうん、はい、もう暗くなってきたね。はい、そっすね、そっすね。お疲れさんでした。お疲れさんした。うん、よし、今日の収穫はどうよ。そこそこいろいろ。ではでは、見せて。どうぞ。ガボちゃんがね、ウサギ借りたくって2匹もウサギ飼ったよ。うりゃ。でも雷も落としたから。はい、ほうほうほう、そこそこいいっしょ。昨日に続いてなかなかの品揃えだね。でしょう。驚きのホワイトよ。真珠か。うん、3個で3000だ。マイダーリー、払っちゃおう。どうも。それからウサギの毛も右でええよ。右で、右のウサギで見ろ。右のウサギで。またウサギの毛側か。うん、いいじゃん。2個で1200円だ。はい、締めて4200円ってとこだな。ガボちゃんが食べへんかったお肉買い取ってくれん。ガボちゃんバナナでいいからさ。お肉もったいないんやけど。人間喜ぶやろお肉。どう、今日はまあまあだな。うん、稼いだよ。もう5っていう数字が、はい、じゃあこのパートは終わり。上に乱立されてるわ。はい、パートっていうのやめへん。うん、しかし人口が倍になったから食わせる量も倍だぞ。大変よ、バナナ2本いるもん。あのルーシーって名前名付けたの俺なんだけどさ。うん、南アフリカで発見された人類の祖先がルーシーっていうだろ。知らん。あれにちなんだのさ。アウストラロピテクスしかわからへん。え、アウストラロピテクスじゃないの。そもそもあのメスの原人がなぜルーシーって言ったか知ってるか。知らない。俺知ってんだよね、読んだだけだけど。教えて。発掘チームがお祝いをやってたらしいぞ、その骨を発見して。うん、その時のテントの中でな、ビートルズのルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ザ・ダイヤモンドっていう曲がかかったんだってよ。ビートルズ好きやな。それでその曲で盛り上がった発掘チームがルーシーって名付けたらしいんだよね。ビートルズすごいな。まあつまりだ、うん、人類の歴史上最も貴重な発見であるこの女原人ルーシーの名前はビートルズから来てると。すごいな。話だな。うん、ビートルズのあの何やったっけ、あの長い名前のやつ。楽しみだね、この夫婦の行く先が。うん、あの
ヒューマノイドインターフェイスみたいなやつ。なんだっけ、シーマン。シーマンが好きなやつ。あの、ギキメ？なんか、あの、ビートルズさんが、こう、存在せえへん名前で出して、っていうやつ。ワンでめっちゃ話してたやん、君が。なさ、はい。何？知ってるか？山手線ゲーム。山手線？山手線なら知ってるけど。いいえ。いわゆる宴会ゲームだよ。王様ゲームに続く。山手線ちゃうの？俺が指定したお題目に合うものをさ、交互に一つずつ上げていくやつね。山手線やろそれ。制限時間は5秒。うん。一度出たものを二度言ったらアウト。やんの？じゃあお題目はビートルズのメンバーの名前ね。わからへんわ。え、わからへん。全部4人いるからね。ちょっと待って、ビートルズ？お前ビートルズ知ってる？知らんねやけど。え？知らない。あ、そう。うん。じゃあ俺から行きますよ。なんで？ A ボタン押してみるの忘れんな。え？じゃあジョン・レノン。え？ジョン・ F ・ケネディ。はい、タイムアウト。誰？ジョン・F ・ケネディ。勉強が足りねえな。ジョン・F ・ケネディは大統領や。あ、面白かった。面白いな、この山手線ゲーム。待って、これからも時々やろうぜ、ジョン・レノン。次回からは金でもかけるか。ジョン・レノンさん。ただし規制が厳しいからさ、このあたり日中だけな。夜やるといろいろうるさいのよ、UFO とか。よし、こうしよう。あ、日中にちょうど俺が近くを通りかかってるときは、何？この山手の鐘のアイコンを画面に表示しておこうじゃないか。はあ、今めっちゃ考えてた。だからもし持ち金増やしたかったら、うん、この山頂に移動してきてくれよ。あ、はい。で、あそこの鐘を鳴らしてくんな、うん、タップで。タップで。アイコンが消えたら俺が通り過ぎたってことだから。まあわざわざ戻ってくるほど暇じゃないしね。はい。時々注意してこのアイコン見ててくれ。はいよ。うん。ちょっと待って、私まだな、あの、ビートルズさんの、あの、お名前。さてと。うん。じゃあ、今日はシーマン占い一丁言っとくか。いいえ。あ、そう。うん。まあこんなもんかな。ありがとう。俺行くわ。お疲れ。私の頭の中今ビートルズさんの4人の名前を勉強することでいっぱいいっぱいなんやけど、ジョン・レノン、え、イマジンの方やろ？イマジンの方っていうのはわかんないけど、シーマン、疑問を置いていかないで。